名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ、5回戦の模様をお送りしてまいります。ドラゴンズの先発は左の小笠原、対するベイスターズの先発は左の濱口、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。左の小笠原、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは山田、第9投げました、危ない球、第2球投げました、危ない球、投げました、打ちました、一、二塁間ライナー破っていった、ヤマト、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げた、初球送ってきました、ファール、投げた、キャッチャーへのショーフライだ、ファールグラウンドで取りました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。さあ、次の投球、打った、痛烈な当たり、ランナー一塁に戻ります、掴みました、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた、初球のストライク。さあ、次の投球、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、一塁ランナー二塁を回った、ボールは中継、ベイスターズ先手を取りました、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。さあ、追加点のチャンスにバッターロペス、第9投げた、初球サークルチェンジ、空振り、第2球投げた、打った、い当たりだ、ボールはレフトへ飛んでいきました、取りました、これで3アウト。1回の表が終わって1対0、ベイスターズまずは先制しています。左の濱口登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは平田、第2球投げました、外角高め、見送ってストライク、第3球アウトコース低めいっぱい、ストライク、次は4球目投げました、低め、ボール球打った、打球はファースト後方、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番ドノウエ、第9チェンジアップ、見送ってストライク、第2球投げました、外角低め、スライダーは外れてボール、第3球を投げました、見送ってストライク、第4球を投げました、真ん中、空振り三振、バットが空を切りました。バッターは3番大島、第9投げた、決まった、ストライク、第2球投げた、打ちました、ファールボール、第3球を投げた、1球外してボール、さあ4球目打った、流し打ち、ヒット、バッターランナーは1塁蹴って2塁へ、大島ツーベースヒット、ベイスターズ同点のピンチを迎えます。バッターは4番ビシエド、ベイスターズ一打同点のピンチを迎えています。第2球投げた、決まってストライク、第3球を投げた、空振り、タイミング合いません、第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。二塁までランナーを進めましたが、同点に追いつくことはできませんでした。1回が終了しまして1対0、ベイスターズ1点。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは桑原、
切れていきます。ファール。第2球投げました。もう第3球を投げました。危ない球。第4球を投げました。打ちました。痛烈。いった。入った、入った。ホームラン。今シーズン第3号ソロホームラン。白球は無情にもスタンドへ。変化球を完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。先ほどのプレーです。バッターは7番宮崎。宮崎背番号51。第9投げました。初球外れてボール。第2球投げた。決まった。ストライク。投げた。ストレート空振り。少し迷ったか。第4球を投げた。打ちました。いい当たり。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番柴田。第1球投げた。1球目ストレート空振り。1球目空振りからもう。第3球は変化球ストライク。アウトコースへ追い込んでいます。次が4球目投げた。ボール。さあ5球目外角高め。ストレートは外れてボール。第6球を投げました。打った。どの上ボールを掴んだ。アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー浜口。第1球初球決まってストライク。第2球低め決まってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げました。1つ外したボール。次が4球目投げました。見逃し三振。2回の表が終わって2対0ベイスターズリードを2点としています。2回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターはアルモンテ。第2球投げました。アウトロー。フォークは外れてボール。第3球を投げました。打った。ファール。次が4球目投げた。打った。いい当たりだ。入るか入るか。ダイレクトで当たった。アルモンテ二塁を狙う。アルモンテツーベースヒットを放ちました。バッターは6番高橋。第9投げた。初球から送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。アウト。ランナー3塁に進みました。ベイスターズなおもピンチが続きます。第9投げた。打ちました。初球打ちヒットになります。ドラゴンズ1点返しました。福田タイムリー。さあこれでワンアウトランナー1塁。さあリプレイです。左バッターボックスは8番松井。第9投げた。初球を打ちました。フラフラッと上がった。山余裕があります。取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げた。初球空振り。第2球投げました。これも空振り。第3球を投げました。バッターの足元。次が4球目投げました。あっと引っ掛けた。ロペス取った。ロペスそのままベースに入って3アウト。2回が終了しまして2対1ドラゴンズ、この回1点を返しています。ベイスターズこの回は打順よく1番からの攻撃。右バッターボックスはトップバッターの山。さあ次の投球もう。第3球を投げました。内角ギリギリいっぱい。ストライク。第4球を投げました。打った。フラフラッと上がった。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番新島。第1打席はファールフライに倒れています。第9投げた。見送ってストライク。第2球投げた。流し打ち。どうだ。取りました。
これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番ソト、これが2度目のバッターボックス。初球見送ってストライク、まずは入れてきました。初球ストライクから第2球、インロー際どい球、ボール、投げた、流し打ち、ファールボール。第4球を投げた、打ちました、切れていきます、ファール、投げた、打った、痛烈な当たり、掴んで、これで3アウトになります。ベイスターズ打順トップからでしたが、三者凡退で攻撃を終えています。3回の表が終わって2対1ベイスターズ無得点。ドラゴンズこの回1番からの好打順になります。トップバッターは平田、第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げました、ボール低め。第3球を投げました、決まってストライク、タイミング合いません。第4球を投げました、打ちました、鈍いゴロ、芝ボールを取る、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番ドノウエ、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。ボール、まずはアウトコース。第2球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、チェンジアップ見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、打ちました、いい当たり、センターへ飛んだ、ヒット、ドロウェ、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから同点のランナーが出ました。第9投げた、見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、これはライトフライになった、掴みました、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。初球はストライク。第2球投げた、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、打ちました、打球はショート後方、ショート落下点に入りました。取ってこれで3アウト、チェンジ。名古屋ドームからお送りしております。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ、序盤終了しまして2対1ベイスターズ。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは筒香、通算155本塁打まであと5本としています。第2球、2球目ストライク。第3球を投げた、打ったに当たりだ、破ってった、いいバッティングを見せました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスはロペス、第1打席はレフトフライに倒れています。第9投げました、危ない球、一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一回一塁へ牽制球。第2球、これはいい当たりだ、いったー、いった、入った入った、ホームラン、第5号ツーランホームラン、白球は無情にもスタンドへ、失投だったでしょうか、完璧に捉えられました。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。リプレイをご覧ください。バッターは6番桑原、今日2度目のバッターボックス。第9投げました、初球を打った、あっと取れない、桑原ナイスバッティングです。バッターは7番宮崎、まずは一塁牽制、タッチセーフ、一塁ランナー走った、ボールを二塁へ送った、盗塁成功、桑原今シーズン13個目の盗塁を決めています。第2球投げました、2球目ストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。第3球はおっとデッドボール、バッターは8番柴、ベイスターズ追加点のチャンスを迎えています。2塁タッチセーフ。第9ボール、まずは外角、さあ次の投球、変化球見送ってストライク。第3球を投げました、3球目空振り、投球これから4球目、サークルチェンジ、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました、投げました、初球送りバント、ピッチャー前に転がした、一塁へ送る、
アウト。ここは確実にランナーを進めてきました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。変化球ストライク、インローへ。第2球投げた、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、打ちました。1、2塁間のゴロ、1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって4対1、ベイスターズリードを3点としています。4回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはアルモンテ。1球目ストライクから投げた、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、ストレートはボール、高め投げた、打った、ライトへのフライだ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番高橋、これが2度目のバッターボックス。投げました、ワンアウトストレート、まずは決めてきました。第2球、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは7番福田、今日2度目のバッターボックス。第9投げました、ストレートはストレート、少し迷ったか。第2球、ストレートはボール。第3球打った、痛烈な当たり、これはヒットになります。ボールは中継、福田ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。ストレート、まずは入れてきました。第2球投げました、まっすぐ空振り、追い込んで投げました、一つ外してボール。第4球を投げた、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第1球ストライク、第2球空振り、第3球を投げた、1球外した、ボール。投球これから4球目、危ない球。第5球投げた、打った、流し打ち、宮崎取りました。これで3アウト、ランナー1塁2塁残塁。4回までが終了しまして4対1、ベイスターズ3点リードは変わりません。ベイスターズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは新島、今日はファールフライとサードライナー。第9球初球空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、危ない球、投球は3球目、投げた、アウトコース低め、直球は外れてボール。投球これから4球目、低めの変化球ボール。次は5球目、投げた、まっすぐ見送ってストライク。次の球がラストボール、胸元へズバッと決まって見逃し三振。第9球投げました、初球決まってストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、肩とカーバーストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、見送ってボール。投げました、ただのカーブ、ボール。第5球投げました、流し打ち、どうだ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番筒香、通算155本塁打まであと5本としています。今日3打席目、投球これから2球目、スラーも見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、流し打ち、福田バックしていった、ヒット、筒香一気に二塁へ、筒香いいバッティングを見せました。ランナー一人を置いて迎えるバッターはロペス、今日2打点を挙げています。第9投げた、決まった、ストライク。第2球投げた、見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、
顔の前通過。次が4球目、投げた、ボール。投げました、打ちました、いい当たり、平田落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー筒香残塁に終わりました。5回の表が終わって4対1、ベイスターズこの回の攻撃は0で終わった。ドラゴンズこの回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは平田、今日は初球打ってきた、レフト取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番ドノウエ。第9位投げました、あっと引っ掛けた、宮崎交代、ファール、1球目ファールから投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、アウトコース高め、ボール。さあ4球目、打った、流し打ち、ロペス下がっていった、ファールボール。さあ5球目、インハイ外れてボール。第6球を投げました、流し打ち、どうだ、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは3番大島、これが3度目のバッターボックス。第9投げた、ストライク、タイミング合いません。第2球投げた、見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、アウトコース、ボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打った、ボールはライナーで右中間へ、ヒット。大島いいバッティングを見せました。右バッターボックスにはビシエド、今日はセンターライナーとショートフライ。第9ストライク。一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ、投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ボール、内角低め、一塁へ牽制球を送ります。浜口再三ランナーを牽制します。第5球投げました、見送ってストライク。第6球は一塁ランナー自動的にスタート、三振。5回までが終了しまして4対1、ベイスターズ3点リードは変わりません。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは桑田、内角外れてボール。投げました、インコース高め、空振り。投球はこれから3球目、縦のカーブは空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、打ちました、ライト前進、大島取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番宮崎、今日はライトライナーとデッドボール。投げた、初球空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。第2球投げた、インコース低め、ストライク、少し迷ったか。第3球を投げた、1球外してボール。第4球を投げた、打ったい当たりだ、ボールはライナーでライトへ、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番柴、今日はショートゴロと三振、ストライク、まずは入れてきました。第2球、2球目ストライク、これで追い込みました。追い込んでから第3球を、危ない球。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、掴んで、これで3アウトになります。ベイスターズ三者凡退に打ち取られました。6回の表が終わって4対1、ベイスターズ現在3点をリードしています。6回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターはアルモンテ。第2球投げました、直球見送ってストライク。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。アルモンテナイスバッティングです。左バッターボックスは6番高橋、投げました、初球から打ってった、センターへ上がった、ランナー一塁に戻ります。桑原掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げました、1球目ストレート空振り。
投球これから2球目。危ない球。第3球を投げました。リーハイ空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。次が4球目。投げた。チェンジアップはボール。第5球投げた。打った。ファウルボール。さあ6球目。投げた。打った。ライト前に出る。取りました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第9投げた。直球ストライク。高め。バットが空を切りました。第2球投げた。ストレートに送ってストライク。もう追い込んでいます。追い込んで第3球を1つ外した。ボール。第4球を投げました。打った。ライナー破った。レフト前ヒット。松井いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。初球ストライクから第2球チェンジアップ見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。打ちました。ライト前ヒット。ライトバックホーム。小笠原ナイスバッティングです。今シーズン最初のヒットとなりました。第2球投げました。ボール。投げました。これは上がりすぎたか。右中間へ持っていきましたがライト前に出る。取ってこれで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。名古屋ドームからお送りしております中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズ。6回までが終了しまして4対1。ピンチヒッターは梶谷。第9投げました。見送ってストライク。第2球投げた。危ない球。投げた。ストレート決まってストライク。追い込んでから第4球を。危ない球。第5球投げた。スラウザーボール。アウトコース高め。投げた。打った。高橋ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。打順はトップに返って山。第9投げた。危ない球。投球これから2球目。低め見送ってストライク。第3球は打ちました。ショートバウンドボールを掴んだ。どの上うまくさばいています。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスは2番新島。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第9投げました。初球空振り。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。打ったい当たりだ。センター前ヒット。クリーンヒットです。新島いいバッティングを見せました。右バッターボックスは外。第9投げました。流し打ち。ビシエドバックしていった。ライト前ヒット。新島二塁回った。外ナイスバッティングです。ピンチを広げています。第9投げました。危ない球。第2球投げた。外角高め。ボール。第3球を投げた。見送ってストライク。第4球を投げた。打った。センターフライ。飛距離は出ていません。取りました。これで3アウト。ランナー1塁3塁残塁。7回の表が終わって4対1ベイスターズ。この回0点に終わっています。浜口降板。右の三上、これが12試合目の登板。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球初球に送ってストライク。第2球投げた。完全に外れた。ボール。第3球は打ちました。三遊間の当たり。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは3番大島。今日はここまで3打数2安打。
第1球投げた、ストレートはボール。第2球投げました、ボール、内角へ。投球は3球目投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第5球投げました、インコース引っ張った、ライトの右、クリーンヒット。打ってバッター一気に二塁へ向かう、大島ツーベース。今日元気のないビシエド、危ない球。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げた、ムービングファーストはボール。第4球を投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、ファール。投げた、ボール低め。第6球を投げた、外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。第1球投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク。振り返って二塁牽制球。第2球投げました、まっすぐ見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球三振、アルモンテ、全くタイミングが合いません。さあリプレイです。左バッターボックスは6番高橋、まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。もう一度二塁牽制球です。第1球投げました、危ない球。第2球投げました、ムービングファーストはボール、外角へ。第3球を投げました、縦のスライダー、ボール。投球これから4球目、決まったストライク。ここは1球見ます。第5球投げました、低め見送ってフォアボール。この回2人目のフォアボールです。ここまで2安打の福田。第1球投げた、インハイ際どい球、ボール。投球これから2球目、おっとこれ当たった、デッドボール。これは当てたベイスターズも痛い。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。第1球投げた、初球はストライク。第2球投げた、インコース速球、ボール。第3球を投げた、打った、流し打ち、三遊間、ライナー破っていった、バックホーム、間に合うかどうか。続いて二塁ランナーもホームイン、ベイスターズ逃げ切り失敗、追いつかれました、4対4。三上ここは踏ん張れませんでした。慎重さを欠いてしまったか。三上降板、マウンド上ピッチャーはパットン、一打負け越しのピンチで登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球投げた、初球決まってストライク。第2球投げました、ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目、149キロ直球、空振り三振、パットン、見事なピッチングです。では改めてリプレイをご覧。7回までが終了しまして4対4、ベイスターズ同点に追いつかれています。小笠原降板、右の又吉、これが7試合目の登板。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました、初球スライダー空振り。投球これから2球目、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、内角低め、見逃し三振、又吉見事なピッチングです。投げました、直球ストライク、アウトローへ。第2球これもしかし空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打った、ショートバウンド、ボールを取った、
頭から滑り込む。高橋軽快な守備を見せました。バッターは7番宮崎、今日4度目のバッターボックス。シュート決まってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、スライダーボール、アウトローへ。第3球を投げた、ストライク、追い込んでいます。追い込んで投げた、流し打ち、どうだ、アルボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、打ちました、左中間のフライ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ベイスターズわずか3人で攻撃が終わりました。8回の表が終わって4対4同点です。ドラゴンズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは平田、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。第2球投げました、打ちました、痛烈、入れば勝ち越した、さらに伸びていく、スタンドに入りました。ファーズ第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、外角低め、外れてボール。第5球投げた、流し打ち、ファール。投球はこれから6球目、ボール。第7球を投げた、打った、流し打ち、ロペス交代、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。リプレイをご覧ください。代打は亀澤。第9投げた、直球ストライク、伸びのあるストレート。第2球投げた、ストライク、これで追い込みました。第3球打った、アルボール。次は4球目投げた、外れた、ボール。さあ5球目、150キロ直球、空振り三振。バッターは3番大島、ここまでヒットは3本。第9投げました、ストライク。初球空振りから投げました、決まってストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、真ん中、空振り三振。最後は伸びのあるストレート。パットン上位打線を三者凡退に仕留めています。8回までが終了しまして4対4、又吉降板、マウンドに上がったのは佐藤、今日3人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。第9球アウトサイドストライク。第2球投げました、流し打ち、どうだ、追い込んでから投げた、低め、空振り三振。石川全くタイミングが合いません。第9球ボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、センター取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って山、今日はここまで4打数1安打。初球空振り。第2球ストレートはボール。第3球を投げた、ボール。投げた、インコース空振り。投球これから5球目、低めの球、見逃し三振。最後は見逃し三振に倒れました。9回の表が終わって4対4同点です。パットン降板、ここでマウンドに上がったのは三島、これが9試合目の登板。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、アウトロー、際どい球、ボール。第2球投げました、見送ってストライク。
第3球を投げました。高め、ボール。第4球を投げました。打った。石川掴んだ。セカンドから一塁送球、アウト。バッターは5番アルモンテ。今日はここまで4打数2安打1三振。初球打って出た。サヨナラか、サヨナラか。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスには高橋、今日5度目のバッターボックス。投げました。低め決まってストライク。まずは入れてきました。投球これから2球目。ボール。投球は3球目。投げた。見送ってストライク。第4球を投げた。ボール。次は5球目。投げた。打ちました。ショートが右、アウト。スリーアウト、チェンジ。三島この回ピシャッと3人で抑えています。9回まで終了しまして4対4、延長に入ります。佐藤降板、ルーキーの鈴木、今日4人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げた。打った。初球打ち、ライナー破った。センター前ヒット、クリーンヒットです。新島いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターバントの名手伊藤に代わりまして、ドラゴンズここはバントに警戒します。背番号29。第2球投げた。ここは振ってきました。ピッチャーが左へ転がした。高橋取ってアウト。ランナー2塁に進みました。ドラゴンズピンチを迎えます。危ない球。第2球打ちました。1、2塁歓迎。高橋ボールを掴んだ。1塁送球、アウト。ドラゴンズなおもピンチが続きます。さあこれが試合を決定づける場面となりそうです。低め外れてボール。第2球投げました。アウトサイド空振り。投球はこれから3球目。打った。打球は三遊間へ、破った。ドラゴンズリードを奪われました。5対4。鈴木ここは踏ん張れませんでした。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。バッターは6番桑原。これが5度目のバッターボックス。決まってストライク。いきなり156キロ。1球目ストライクから。第2球内角際どい球、ボール。投球は3球目。投げました。打ちました。ライトへの打球ヒットになります。2塁セーフ。桑原ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。バッターは7番宮崎。第9投げました。初球外れてボール。第2球投げました。直球見送ってストライク。第3球を投げました。ストライク。追い込んで第4球を打ちました。これはいい当たり、アウト。スリーアウト、チェンジ。10回の表が終了して5対4、ベイスターズ1点勝ち越しです。三島降板、そして最後は守護神の山崎、今日5人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。10回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは福田、今日2打点を挙げています。初球ストライクから。投げた。危ない球。投げた。3球目空振り。タイミング合いません。第4球を投げた。アウトロー。ストレートは外れてボール。投球これから5球目。初球見逃し三振。バッターは8番竹山。第9投げた。ストレートはボール。投球これから2球目。スライダー見送ってストライク。投球は3球目。投げた。決まった。ストライク。少し迷ったか。追い込んでから投げました。150
の直球、空振り三振、2者連続三振になりました。第1球投げました。初球見送ってストライク。投球これから2球目、見送ってストライク。さあ次が最後の投球になるか。投球はこれから3球目、打ちました。ロペス下がった、取りました。試合終了です。ドラゴンズ悔しい敗戦です。さて本日のヒーローは桑原、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対4、ドラゴンズ1点差で敗れました。勝利投手は三島、敗戦投手は鈴木、そして西武は山崎。ドラゴンズ残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームでの巻き返しに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で名古屋ドームからお伝えしました。